都道府県の上位10都市団体戦、本戦1回戦 D 組、埼玉県 VS 長野県 VS 滋賀県 VS 石川県。圧倒的な人口を誇る埼玉県の1位突破は確定的。注目は2位争い、長野県と滋賀県は総人口では長野県が圧倒するものの、上位10都市の各人口対決は5対5の全くの互角。敗者復活組の石川県は厳しい戦いですが、勝ち点をどこまで詰めるでしょうか。先鋒戦、埼玉県新座市、長野県茅野市、滋賀県湖南市、石川県内灘町。建築床面積を制した茅野市が新座市を破るジャイアントキリングです。地方戦、埼玉県熊谷市、長野県千曲市、滋賀県栗東市、石川県川北市。不動産物品業売上小売業の熊谷が農業で辛くも栗東に勝利しています。三勝戦、埼玉県上尾市、長野県伊那市、滋賀県近江八幡市、石川県津幡町。製造業、卸売業、小売業などで完全勝利したのは上尾市。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。先鋒戦で波乱はあったものの、埼玉県が首位スタート、2位は滋賀県となっています。4勝戦、埼玉県春日部市、長野県塩尻市、滋賀県守山市、石川県能美市。飲食店数、卸売業などの春日部市が苦戦しながらも勝利しています。中堅戦、埼玉県草加市、長野県安曇野市、滋賀県甲賀市、石川県七尾市。人口密度、財政力指数、建築床面積などの草加市が勝利。第5試合終了時点の順位、長野県が2位浮上、石川県は勝ち点が取れず厳しい戦いが続きます。6勝戦、埼玉県越谷市、長野県飯田市、滋賀県東近江市、石川県野々市市。製造業以外を着実に取った越谷市の圧勝。第6試合終了時点の順位、長野県が滋賀県との2位争いが有利な展開です。7勝戦、埼玉県所沢市、長野県佐久市、滋賀県長浜市、石川県加賀市。所沢市の完勝、2位は卸売業や医師数で佐久市が制しています。第7試合終了時点の順位、長野県が滋賀県との勝ち点差をさらに広げています。8勝戦、埼玉県川越市、長野県上田市、滋賀県彦根市、石川県小松市。製造業や人口密度などを制した川越市が接戦を制しています。第8試合終了時点の順位、長野県の2位は確定的でしょうか。副勝戦、埼玉県川口市、長野県松本市、滋賀県草津市、石川県白山市。製造品出荷額と昼間人口比の草津市がまさかのジャイアントキリングです。第9試合終了時点の順位、滋賀県が長野県との勝ち点差を2、ポイントも並んでいるので次の対象戦試合となります。対象戦、埼玉県埼玉市、長野県長野市、滋賀県大津市、石川県金沢市。サービス業、製造業の埼玉が辛くも長野に競り勝っています。全10試合の最終結果が出ました。埼玉県勝ち点28、長野県勝ち点18、滋賀県勝ち点14、石川県勝ち点1。埼玉県が取り壊しながらも圧勝の首位通過です。長野県は先鋒知能の勝利と中盤戦での勝ち点積み増しが効いて2位通過。滋賀県は副将草津が金星を挙げるも中盤で競り負けてしまい3位敗退。石川県は大将の金沢が取れた勝ち点も期待以下の1位に終わり4位敗退です。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。